サーコン・ヤンキアウソットは大の人形遣い、小人形劇の演者として知られる。ニックネームは、浄ルイ。1985年に、浄ルイパペットシアターを創設。1996年に、芸能部門で国家芸術家に選出されている。1922年、サーコンは、大仮面劇の演者であった父クイ・ヤンキアウソットと母、チュアムの子として、 ノンタブリュー剣で生まれる。当時のニックネームをリュウといった。劇団に参加できる年齢になると、宮廷風刺劇にコメディアンとして出演し、同時に人形劇を習った。サーコンは大人形劇を改良し、小人形劇を再興した。小人形劇は大人形劇に比べて繊細な動作を行うことができないが、演技がより自由に。 かつ生き生きと行うことができるという特徴を持っている。サコーンの人形劇団は第二次世界大戦頃から好評となり、その頃からニックネームを上イに変えた。この名は元々のタイのニックネームであったリウを呼び間違えられたことと、また同盟のアメリカのボクシング重量級チャンピオンのジョールイスに敬意を表して名付けた。 1985年には、浄類パペットシアターを、自分の子供たちと一緒に設立し、ラーマキエンなどのタイの女子誌を題材にした公演を、行った。人形は、軟質材、紙張り子、布で作り、タイの古式音楽と共に上演する。2007年、排水種、人不全により、バンコク都内のカセムラート病院で死去した。葬儀は、ノンタブリー県、バーンブラ島の、 ワットバーンパイで執り行われた。バンコク都内、スワンルームナイトバザールのジョールイパペットシアタージョールイパペットシアターは2001年からバンコクのスワンルームナイトバザールで人形劇を上演している。2004年、劇団は財政不振に陥ったが、公に支援を求めて持ち直した。 2006年6月には劇団を継承した第7子のスリン・ヤンキー・アウソットがチェコのプラハで開かれた第10回世界人形芸術祭において最優秀伝統芸術賞を受賞した。2007年、サーコンの死去の際にも劇団の存続が危ぶまれたが、サーコンの子供たちが新劇団を組織し、9月にはバンコク都内沿い、ランナムにある、 キングパワーコンプレックスのアクサラグランドシアターで講演を行った。ありがとうございます。